本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。スマホ内蔵マイクよりもはるかに高音質なプロ仕様の録音を手軽に実現できる手話 MV88 プラスビデオキットを徹底レビューします。今回紹介する商品は、外での Vlog、 ストリーミング配信、ゲーム実況、歌唱、ビデオ会議、こういったあらゆる環境で利用することができます。この動画では使用をはじめ実際の音の聞き比べを含め徹底的にレビューします。ぜひ参考にしてください。こちら、はい、早速開けていきます。三脚とパーツです。まずは三脚から。こちらはマンフロント製の三脚です。シュワーというロゴ入りです。こちらはミニ三脚です。はい、では見ていきましょう。持った感触としてはずっしりとしております。重いという特性上安定性抜群です。そしてこの高級感のある光沢さ、いいですね。開きます。形となっております。こちら三脚かな、これなんぞや。こちらのボタンなんですけども、今この状態全く動きません。しかしこれを押し込むことで、その間こう動くことができます。結構硬いのですが、位置を固定してしまえばがっちりとしっかりと三脚を固定してくれます。こちら保証書、取説などの書面、はい。そしてこちら、この中にですね、いろいろなパーツが入っております。こちらですね、アクセサリーをスマートに収納できるロールアップ式ツールバッグ。では開けていきます。各パーツが今入っております。見ていきましょう。はい、ライトニングケーブルと USB-C ケーブル、こちらシューマウント、マイククリップ、こちらスマートフォンクランプ、そしてラスト、マイクでございます。マイクの端子見ていきます。ちなみにこのマイク外すことができます。このような形となっておりました。これにこちらをつけます。そしてここ LR とついております。端子はこちら USB とイヤホン端子です。マイクで使用されている音声を聞きながら、リアルタイムで今録音されている音を聞くことができます。ちなみにこのパッケージ、 Android ユーザーも使えますが、 Apple ユーザーにかなりおすすめです。 Apple MFI 認証、 iPhone、 iPad、 iPod、 iOS 端末に追加のアダプター、接続キットなしで接続することができます。ちなみにメーカーの手話なんですが、米国歴代大統領の演説から伝説のライブイベントに至るまで1925年創立、約100年に近い歴史を持つ総合音響メーカー、それが手話です。詳しく紹介する前に、まずこちら、通常こういうパーツ系ってたくさんあって、バッグに入れる際に、おいどこ行ったんだよっていうことがあるかと思うんですけども、これなんとポケット5つありますので、くるんと丸めて、はい、ありがたい、こういうのありがたいね。こちらが外側です。でこちら表面で、それぞれパーツを編み編み製になってますので、こうやって差し込んで入れることができます。はい、今こちら全てのパーツが入っております。丸めてテープを貼ります。ちなみにこちら三脚もですね、この足を広げてここですね、こうつけれますので、これでもうワンパッケージ、こちらとスマホがあればすぐ撮影することができます。はい、マイクをこちらに固定されました。でこの部分、こちらを回して自撮りするので、こっち側につけていきたいと思います。スマホをつけるパーツなんですけども、こちらバネではなくネジで開けてこう開きます。そしてセットをしていきます。あとはここネジを締めていきます。コードですね、監督は iPhone14 なんで、こちらのライトニングケーブルをつけていきます。続いて専用アプリがすごい、手話プラスムーティブ、オーディオとビデオがございます。ムーティブとビデオ、2つございます。こちらムーティブビデオを紹介していきます。はい、では開きます。まずこちらですね、スマートフォンで撮った動画となっております。音質はどうでしょうか。監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。
現在ステレオ設定です。ステレオ設定です。声の調子はいかがでしょうか。現在はステレオ設定でございます。はい、現在はモノカーディオイド設定となっております。音声はいかがでしょうか。モノカーディオイド音声でございます。はい、ハイパスを150にしてみました。いかがでしょうか。ハイパス150。はい、次がミッドサイド音声はいかがでしょうか。ミッドサイドでございます。はい、続いてフラットモード、歌唱モードのフラットモード、音声はいかがでしょうか。はい、ライトモードです。音声ライトモードいかがでしょうか。ライトモードです。はい、続きましてアコースティックモード音声はいかがでしょうか。はい、ラストバンドモードです。広がった空間です。バンドモードいかがでしょうか。お待ちのスマホに接続するだけでイベントや旅先での動画撮影、インタビュー撮影がワンランク上に仕上がるマイクと完成し尽くされた三脚をはじめ、すべて投稿されたビデオキットとなっております。商品の価格はパッと見お高めですが、高価な分しっかりと作り込まれております。いかがだったでしょうか。こもり感がなくクリアで明瞭、人の声から環境まで自然に収録してくれました。はい、というわけでこちらのセット、シュア MV88 プラスビデオキット、スマホに接続するだけで簡単に高音動画を作れます。 Vlog 的な外の撮影でも、在宅ワークやボイスチャットにも使え、どのような場所や状況であっても大事な場面で高音質な音を収録することができます。顔圧倒させること間違いなし。スマホ撮影の音声お悩みの方はぜひこちらの商品、 Amazon ブラックフライデー、こちら対象になっております。このチャンス手に入れてみてはいかがでしょうか。カントクラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。いきますよ。ちょっとスマホに載せる三脚、これを押している間、こちら押さない、このボタン、ロープレスターのロールアップ式、お持ちのスマホに接続する。